山形の冬のシンボル、樹氷の美しい景観を守ろうと、蔵王の山頂で植樹活動が行われました。無残にもこうして枯れてしまった樹氷の元となる木、青森トドマツを再生させようと、さまざまな団体が協力して活動を行っています。蔵王連峰の冬の絶景、樹氷。しかし、樹氷を作る青森トドマツの害虫被害が進み、立ち枯れが深刻化しています。今年、東北森林管理局や県観光関係者などで作るワーキングチームが設立され、今日は木の移植作業が行われました。蔵王ロープウェイ樹氷高原駅付近で、樹齢10年程度の若い木、チジュを採取すると、さらに標高の高い地蔵山頂駅へ。この周辺は特に被害が深刻で、およそ16ヘクタールにわたり立ち枯れが進んでいます。今回は14本を移植しました。地道な活動だと思いますが、少しずつこうやって増やしていって、観光につながっていければいいのかなと。ここでどのくらい育つのかなというのが心配です。この地樹が生木になるには十数年かかり、さらに山頂付近の立ち枯れを補うにはおよそ6000本の植樹が必要だとされています。そのため、さまざまな団体が連携し、協力の輪を広げることが重要だといいます。再生活動の、裾野を広げるといいますか、そういうようなことを続けていきたいというふうに考えております。